やっほー、嫁です。なんか、昨日かな？に、ネットニュースに載せられるっていうことが起きました。普通だったら嬉しいのかな？ネットニュースに載ったら。多分、嬉しいじゃん？全然嬉しくない内容で、なんかね、昨日昼寝をしてたの。で、起きてインスタを見たら、誰かのインスタに、なんかネットニュースになってるみたいなの。で、よく見たら旦那で、そのネットニュースになってる記事の写真がね。で、なんでだろうみたいな。調べたら自分のこと書かれてて。で、それで、ツイッターでそういうスクショを載せてるっていうのを知って、ツイッター見たら載せられてて、キモいじゃん、普通に。ねえ、なんかさ、いやまあそりゃさ、どこの夫婦だって夫婦喧嘩はするじゃん。多分。で、うち、その時、なんかこう、対面をした夫婦喧嘩じゃなくて、LINE で言い合いをしてて、で、なんか、あれを載せられたんだけど、なんかそれを載せるか、普通。ツイッターでも、まあ、なんでもいいけど、SNS にさ、ガチでさ、言い合いしてるやつをさ、スクショ載せるってマジギャルじゃねって思って。てか普通女がやらないとか思ったんだけど。いや、お前なんだみたいな感じだし。しかもあの切り抜き方だけをしたら、なんかすごいやばいやつじゃん、花言ってる内容が。何もないのにあれを言ってたのね。でもさ、その前後があるわけで、その説明とかもなかったら、そりゃなんか、やばい嫁ってなるよねっていう。てか、なんで花さ、あいつに、もう、旦那にね、もう相当さ、こう、落とされてるっていうか、いや、もうそれがキャラなのかは知らないけど、なんか、何？もうさ、もうイメージを、どんどん、悪くされすぎて、なんかもう、嫌なコメントとか来ても、もう何も思わなくなったまでは来たんだけど。いや、で、なんであの喧嘩を、したかっていうと、まず前日に、そのね、言い合いする前日に、知り合いの結婚式に行ってたの、花が。で、今までの花は、お酒飲むと、本当に、良くなかったの、酒癖が。ね。で、結婚してからも、娘を出産してからも、もう確かに、飲みすぎてしまうと、自分を見失うというか、まあ、どっちが本当の自分かわかんないよ。お酒を飲んだ時の自分が本当なのか、飲んだ時に飲まれすぎて自分を見失ってるのかはわからない。花にももう、その正体は知らないの。花も酔っ払ってるから。だけど、気をつけれることっていうのがあると思うから、あんまり飲みすぎないようにとか、飲みに行ったとしてもね。とか、もうそもそも、3ヶ月ぐらい。夏前ぐらいに友達と飲んだっきり、飲みに行ってないわけ、花。ね、それは、やっぱり飲みに行ってしまうと、こう、空気が悪くなってしまう。酔ってようが酔ってなかろうが、空気が悪くなってしまうので、ゆうたくんと一緒の時じゃないと飲まない。友達とは遊びにも行かないっていう風にしてたのね。まあ、試合もあったりとかしたから、当然なんだけど、それは。ね、久々なんだよ。飲みに行ったのが。で、久しぶりに会う地元の先輩とかがいっぱいいて、やっぱ楽しくなってしまうよね。普段、こう、自分を、なんて言うんだろう。当たり前なんだ。親だから、子供いるから、自制心を保って生活するっていうのは、すごいごく普通で当たり前のことなんだけど、やっぱり、こう、人間なので私も、たまに弾けたくはなってしまうんですね。ありませんか？そういう時。ほら、みんなさ、こう、キャバクラとか行って、お気に入りの女の子とかついたらちょっと、興奮するでしょ？そういうのと一緒で、花も楽しくなっちゃったんだよね、その日は。だけど、これだけはマジで自信を持っているのが、そんなに、ベロベロではない。旦那の YouTube に載ってるぐらいのベロベロではないし、ほろ酔いで口数が多いぐらい。ただ、記憶がなくなるほどでもなくて、こう、薄々気づいていたんだけど、花が
2杯ぐらいお酒を飲むと、旦那ってマジで態度がクソ悪くなるの、花に対して。で、これをさっきシラフの時、さっきね、ほんとさっき旦那にも、てかさ、みたいな、気づいてないと思ってるだろうけど、ちょっとでもお酒飲んだ時の対応、態度が本当にひどい時あるよねって言ったら、え、気づいてたのって言われてたから、多分わざとなの。飲んでる花のことが好きじゃないんだと思うのね。だから、でもさすがに、ベロベロじゃないから気づいてるよって言ったら、え、そうなんだみたいな、ウケるみたいな感じだったんだけど、結構普通にその態度、傷つくようレベルの態度を取られたりとかするから、まあそれがあって、その結婚式行った日で、次の日子供はね、実家に預けてたから、迎えに行かなきゃいけないってなって、で起きて、まだちょっと若干お酒残ってたから、もう年だからすぐに抜けないのよ、お酒も。抜けたいよ、抜けたいんだけど抜けないの。だから運転 して行ってきなとかって言われたんだけど、いやもうちょっとお酒抜けてないから、ゆうたくんが運転してみたいな。で、なんかそのママ、花のママを車乗せなきゃいけないみたいな、どっか送りに行くから、送りに行くのに乗せなきゃいけないってなったから、うち車めっちゃ荷物入れたりとかしてんの、旦那が。だから、あ、乗れないのかなって、花も自分も乗ったら乗れないかなって思ったから、だから行ってきなって言ったのね、旦那に。だからその行ってきなって言い方がダメだったらしくて、そっからもう超バチバチに喧嘩みたいになっちゃったの。しかも LINE で。で、その時になんか、うち日曜日しか夫婦がちゃんと揃う時間ってあんま、昼間とかはあるんだけど、平日でも。夜、朝から夜まで子供込みで、4人でいる時間って日曜日ぐらいしかなくて、だから、予定とかをお互いにあんまりこう積極的に自分たちの個人的な予定って入れないの。まあその暗黙のルールみたいなのがあって、そしたらなんか勝手にカラオケ行くとか言って決めてて、なんかそこで花もなんかそもそも前日から態度が悪いってことに対してもだったし、前マジ普段だったら怒んないのに、そんなカラオケ行くぐらいで怒んないのに、なんか、え、何勝手に決めちゃってんのみたいな、なんかもうって感じになってたのね。で、それであんな風になってしまった。まあでも、それ以上に、こう、もっといろいろあんで、あっちも、あっちにもなんかボロカス言われて、とか、こっちも言い返して、みたいな。で、その、喧嘩の言い合いの、一フレーズね、一つのフレーズを、あいつがツイッターに載せただけで。で、なんか、花離婚とかって、あんまり、こう、言いたくない、言葉にしたくないから、解散って言っちゃうんだけど、すぐにあっちは離婚離婚って言うわけよ。もうこう愚痴になっちゃって申し訳ないんだけど。さ、しねえの。マジで。家出はするよ、うちの旦那。家出はするんだけど絶対帰ってくるし、インスタとかツイッターにもぐちぐち書くよ、うちの旦那は。だけど、絶対家帰ってくるし、って感じなんですよ。絶対飯もさ、花の飯食うし、って感じなの。さ、しないんだったら言わないでって感じ。で、それでネットニュースになって、なんか、あっちはこういいと思ってんの、その感覚もちょっとわかんないっていう。しかもなんか一つ言いたいのが、書いてくれた人にも感謝するべきなのか、もうちょっとわかんないよ、花もこのなんか世界線がよくわかんないんだけど、普通の一般人として今まで生きてきて、こんな昼寝して起きたらネットニュースになる世界線にさ、いるつもりじゃなかったからさ、びっくりなんだけど、書いた人に一つ言いたいのは、書くならちゃんと書いてって感じ。なんかちゃんとしてって思ったよね。なんであんな雑に書いたみたいな。まあ、こう、すいませんね。私ごときがこんなことを言ってしまって。でもなんか、書くなら、もうちょっと、ちゃんとしてほしいかなって思いました。っていう感じで。で、なんか子供がかわいそうだとかまた来るんですけど、うちの子供たちは、きっと気にしてない。でも、大きくなったら気にするかもしれないな、とは思います。だけど、そんな、さほど、もうネタにするレベルなんで、息子とかも。またやってるよ、みたいな。でも、今回は子供の前で喧嘩しないのでね。それだったらいいと思うんだよね。夫婦、結局、喧嘩して、ちょっとどっかで鬱憤を晴らさないと、やっぱうまくやっていけないと思うし、言いたいことも言えないような夫婦関係だと、やっぱり、どっかで終わりが見えてしまうから、うちも別に終わりに向かって喧嘩をしてるわけではないから、一応、話し合いをね、こう、重ねて重ねて、夫婦関係を、保っているっていう感じなので、あんまりごちゃごちゃ他人が言わないでくださいって感じです。では、この度はありがとうございました。こちらからは以上です。バイバイ。